ステオマユです。こんばんは。3月3日は日、3月み、3でござるよ、マユ殿。3月3日はひな祭りというわけで、前からむちゃくちゃ気になっていたひなあられを自分で作ってみたーい。ヘイヨーヨーヘイヨーヘイヨーヨーヨー、ひな祭り拙者も食べたいでござる。待っとくでござる。ちょうどお正月から待っているお餅が一つと、このために買ってきたお餅があるので作っていきたいとやるでござる。ほいではお正月から残っている餅と買ってきた餅切っていきたいと思いもち。まだね、長い方からね、切っていきたいと思います。これがね、硬いんだわ。まあ、長い方はね、そんな硬くなかった。こっち側再現 VTR、こっち作ってるやつです。でも、みんなリアルタイムで撮ってるって、心の中で念じてください。5センチ角に切っていきます。こうやって切ってました。ねえ、長く切ったやつをさらに半分にしていきます。で、それをさらに5ミリ角にしていきます。切ったお餅をクッキングシートに並べていきます。桃の花、五人林の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。お内裏様とおひな様、二人並んですまし顔、お嫁にいらしたね様に、よく似た感情の白い顔。お内裏様とおひな様、あーなんかちょっと今一瞬夢を見ていたような気がしますけれども、起きて起きて。こちらの並べたお餅、ちょっと膨らむらしいので、少し間隔を空けて置いてます。では、オーブンにぶち込みまーす。オーブンにぶち込んで、150度で20分。金の屏風に映る日を、静かに揺する春の風、少し白酒めされたか、赤いお顔の右大臣。はい、20分経っています。冷やしてる間に砂糖大さじ2、水大さじ1と2分の1入れます。火にかけて、ふつ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 ねっとりしてきましたが、先ほどオーブンで焼き上がったあられを入れていきます。ボーン！クッキングシートの上にザバーとして、少し熱さを冷ませます。普通の白いままの砂糖の味と抹茶パウダーかけて緑にするやつ、今回ですね、いちごパウダーが売り切れてなかったので、でもこの時期ぴった
子のやつが見つけました。桜の実を塩漬けにしたやつのパウダー、そちらのパウダーを見つけたんで、そちらを買いました。あられを3等分に分けまして、緑の抹茶パウダーと桜パウダー袋に入れます。で、それをシェイクシェイクあ、セクシャーブギーな胸騒ぎ、そう、ベリーベリーハイアー、ベリーベリーベタついてる。完成しました。自分で回してます、自分で回してます。どうでしょうか。なんかちょっとと思ってたんと違うってパターンなんですけど、多分蜜が多かった。だいたいポロポロってなってるじゃないですか。ポロポロしてない、かなりベタベタしてる。じゃあまあ食べてみましょう。スプーンを持ってきてませんでね、じゃあ手で食べるとベタベタそうなんで、蜜だけのを食べてみますね。うん、ちょっと桜のね、さ、この季節春ですから梅も咲いてて、桜の方ちょっと食べてみよう。まだちょっとね、普通のだけじゃわかんない。うん、うん、桜餅の端っこを食べてるみたいな感じで、味はめっちゃ美味しいです。ちょっとしょっぱくて甘くて、桜の香りかなりして、味は美味しいです。ちょっと一旦抹茶の方も行ってみようかな。うん、抹茶の方も行ってみよう。うん、美味しい。あの、抹茶嫌いな人でも食べれるかも。もうちょいパウダー振ってもよかったかも。抹茶パウダーってくらいね、食べやすい。全体的には、歯にめちゃくちゃくっつく。やばいぐらい歯にくっつく。ちょっと取れない。歯にくっつく。失敗してる。昔は、残った鏡餅とかお餅をこう天日干しして、おかきみたいにあられみたいにするっていうのを見かけてからずっとやってみたかったんですよ。で、今日やってみた結果、蜜の量がすごい重要。失敗すると歯にくっつく。ただ味は問題ない。正直この後編集しながらポリポリ、いや、ポリポリっていうかムチムチもち、まだお正月のお餅が冷蔵庫に残っている人間のみんな、ぜひ試してみてね。あの、概要欄に参考にしたレシピの動画を貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。あー、ちょっと豚まなにも食べてみましょう。あ、お前のどこでござるか、ありがとうでござる。うん、お前殿、拙者の歯から取れないでござる。せっかく歯医者行ったのに、また別で行かないといけないでござるよ。もうお前よ殿、お菓子はしばらくやめんでござる。うーん、豚まるがちょっとうるさかったな。しっちゃこっちゃねえ。まあ、失敗したけど、次もめげずに頑張ってほしいっていう方は、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いしまーす。あと、インスタグラムもやっているので、ぜひフォローお待ちしておりまーす。よろしくでござるー。豚丸大丈夫だった？ちょっと歯見してみー。どんな感じ？豚丸、お前やぞ、よくよ、歯に壊れやった。